王国医は、新末民初の学者、思想家、近代的な中国学の開拓者の一人、中国文学、中国史学、考古学、美学、哲学など多分野を論じた、甲骨文字研究の開拓者でもあり、羅神玉、等作品、各松弱と共に、甲骨四道と称される。字は西安、または白墨、郷は感動。 石膏省公衆府会、年州出身。1882年から私塾で学び、1893年に、秀才となる。1899年、上海にて、偏方派の雑誌、事務法に勤務するとともに、羅神力の東文学者で、外国語と科学、物理学を学び、西洋の学問に触れるようになった。1901年、 日本の東京物理学校に留学したが、病のため翌年に帰国した。1903年から、通習師範学堂とチャンス師範学堂で、哲学、心理学などを講義するようになり、コーロム評論などの哲学、美学論文を多数発表した。これらは1905年に、西安文集として出版された。1907年、北京に粋学部図書館編約、 名詞環境を治に任命された。この間に人間芝なし、草原儀曲法を表している。1911年、侵害革命が起こると日本に逃れた。1916年、帰国して上海の創生明智大学の教授となり、石膏通史の編纂にも参加している。1917年には飲酒制度論を表した。1923年、 愛深刻な不義に招かれ、南処房構想に就任した。1925年、聖火大学国学研究院教授となり、経学、史学を講義し、漢や義の石刻文や、古代の聖北地理やモンゴル史料を研究した。両慶長、陳陰閣、蝶元人と共に、聖火大学の四大同士と称された。百二十七年、岩園の婚明池で、 受水自殺。理由については様々な説がある。ありがとうございます。